なんか今シーズンレーティングバトルめっちゃかそってるらしいから、このぐらいのレートあったらワンチャン最終順位100位ぐらい入れそうなんだけど、自分よっしゃはい勝ちまーす、はい、2034勝ちまーす、かあーうざルカリオいや、あやべ、ちょっとニセドロ止まっちゃった。え、でもこれ相手のパーティーキノガスタどうしてるんだ。キノガスタめっちゃ重そうじゃね。あーどうギャラ来そうなんだよな。ギャラの持ちもわからんけど、ネガギャラだったら大体出されるんですよ。どうしよう、もう初手ガッサでいいかな。ガッサカバルドンゲンガー、いやでもこれね、相手のラストにこの選出した場合、ミミッキュの固執された場合がめっちゃ運ゲーになるんだよな。ルカリオ出すか。いや初手はガッサでいいや。いや新庄ガッサカバルトンキンガ、昨日からルカリオ全然出してないけどいけるか。対戦よろしくお願いします。あー怖い。まあ、相手 QR でさ2034ぐらいまで上がってるから、まあ、QR レンタルパーティーでも高レート叩き出せるってことはもう証明されましたね、今の対戦相手で。ミミッキュからクール、まあ悪くないかなこの対面は。まあ怖いのは身代わりぐらいか。あーでも裏ギャラいた場合がきついんだよな。ここ星から入ります、素直に。ジャルツク、奉仕ファッサー、種まよみで出されるとめんどくさいのは、まあ、リザでもルカリオでもめんどくさいな。リザとかルカリオ出されるとめんどくさいんだけど、いやでも種までいっか素直に。オッケーオッケーオッケー。てか昨日に引き続き初手ミミッキ多いな。そんなに初手ミミッキ投げやすいのか。でもミミッキから入った場合ってさ、カバルドンから入られたら結構仕事されるからめんどくさくないと思ったけど、そうでもないのか。あーやばい、2回はやばいね。ここ起きないでほしいね、うん、お願いだから。よし、えらい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 。とりあえず運は傾いてるな。タイマー3発当ててほしいな。ミミッキ落としてほしいんだけど、そのまんま。いやらいらいらいら、オッケーオッケーオッケー。タイマンミミッキ処理はでかい。ゲンガーがこれでだいぶ動きやすくなる。いや、裏レボルト。いや、でもレイジューボルゾロスなリザードン X 考えると、ギャラはこれメガっぽいですね。まあ、ガッサキリやな、ここ。素直に。うん。あれか、ギャラドス側に身代わりとかあった場合、身代わりされるのがめんどくさいから、ここ種打ったがいいのか、一番。は？何？どういうこと？え、で、ラッ、え、これめちゃくちゃ、あ、いや、微妙い。めちゃくちゃラッキーじゃないって言ったけど、わかんねえな。な、レイジューボルトロスでも読んだのか？お盆の実。カバルドン結構処理だるかったんで、これめちゃくちゃラッキーなんだけど。で、キノガスタが落ちるでしょ。で、たたり目じゃ多分落ちないから、ゲンガーから入れないんですよ。で、ここカバルドンから入るんですけど、ギャラドスがメガ進化しないから、ステルスロックが4分の1入るんですよね。なんかそれがめちゃくちゃでかい。カバダス、ステロやな。ここステロから入ります。あくび、オッケー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 。で、こっちから切り返します。いけるはず。ここあくびで。うん、まあそうだよね。問題はここか。僕のカバルドンはラムの実なんで起きるんですけど、ステロ一回入れても、ギャラドスがなぁ。ここはあくび連打でいいよな。あくび連打で。相手もあくびだと思うけど。うん。で、ここ、相手がギャラドスを合わせてくるかどうかっていうとこなんですよ。
ギャラ合わせてくるかな。めっちゃゲンガーにされたいんですけど。相手的にはこれどうなんだ。ゲンガーに下げるか。よし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 よ。結局ギャラに催眠当てなきゃダメだったから、いやたたり目で、難しいとこでしたよね。あそこは、ここあくび打ちます。まあ多分あくびだと思うけど、でここは迷うんですけど、やっぱ相手らしいよ、ここあくびやんていうか、あくびだからここなんですよね。ここを相手が合わせてくるかどうかっていう勝負なんだけど、いやーゲンガー下げだよな、ここどっちにしろ。相手が合わせてくるにしろゲンガーに下げざるを得ない。合わせてくるよね。まあまあまあ、そうなるよな。お互いだって眠らせたもん。いや負けそう。あー負けそうだな。砂だめ稼いだところでギャラ落とせないから、もう結局僕催眠打つしかない。お願いします、ポケモンの神様、ポケモンの神様いると信じてる。神様、ポケモンの神様、よし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 、とりあえずね、とりあえずオッケー、第一関門突破。で身代わりを張るかどうか、ちょっとここ身代わり張ってもいいよな。いや身代わり張る意味ないか、砂切れるってるでしょ。ちょっと身代わり張ったら、いや意味ないな、身代わり張っても起きないこと祈ってヘドバク打とう。イエース催眠最強、イエース催眠最強、イエース催眠最強。みんなも催眠術使おう、催眠術最強技だからみんなも使おう。やったぜ。オッケーオッケーオッケー。2034にここで勝ったのはでかすぎる。この人と次の人に勝って、なんかね、ボルドロスがめちゃくちゃ刺さってるんですよね。高速移動詰めたら、カバルドンでステルスロック巻いて高速移動詰めたらボルトで多分全抜きできるんだよな。だからそういう戦術をしていきたいんですけど、僕カバルドン出すときにめっちゃ怖いのがさ、炎 Z ウルガモスとかでカバルドンがワンパンされることなんだけど、それがめっちゃ怖いんですよね。どうしようかな、迷うな、怖いな怖いな。ステルスロック巻きたいよな。でもカバルドンからでいいかな、素直に。キノガスタから入った場合は、相手はコギコラから入ってきてボルトチェンジとかでメタグロスに回された場合の対処が効かないから。でもカバルドンとボルトロスだと、カバルドンが削られすぎた際にメタグロスの K が効かなくなるんですよね。ゲンガーかな、ここまでは確定で、あと1枚をボルトロスに強いポケモンにしたい。ルカリオは、あ、ボルトロスじゃない。メタグロスに強いポケモンにしたい。ルカリオはメタグロスを上から叩けるんだけど、それ以外に対してルカリオが弱すぎる。だから前ラストは僕、キノガスタが月光ガかゲンガーなんですけど、月光ガは Z かぶりするんですけど、まあ戦術としては悪くない。いやでもな、カバルドンテイミンで水君とかが瞑想を積んできた時の対処がきついから、キノガスタにしとこう。ちょっとメガなし戦術だけど。
まあなんとかなると信じて対戦よろしくお願いします。みんなコケコから入ってくるな。あの相手の人は初手コケコと耳っき率が尋常じゃなく高いんだけど、でここはコース、ステルストロックもいきます。まあなんか多分1回前の動画で言ってると思うんですけど、コケコが結び持ってた場合でも後ろからボルトロス投げて高速移動すればいいんで、ここは死に物狂いでステルスロックを巻きに行きたいと思います。最近のカプコキコってさ、草結び標準搭載なわけ。危な、これ絶対メガネだわ。強すぎワロリンヌ、強すぎワロリンヌだわこれ。相手のカプコキコこだわりメガネ確定で、問題はここなんですけど、相手コケコで草結びでこだわってるのは嫌う可能性があるんですよね。だから相手的にはここ全然交代してくる可能性がありえる場面だから、ホエールでいっか。うん、結びだったらそのままゲンガーかボルトロス出して展開していけばいいから、なんか相手が交代してくるルに対してなんか一番な何ができそうなのがホエールだから、ホエール、あけびはエレキフィールドあるから意味ないんで、うん、ランドロス出てきてもトンボ返りで切り返されるから、オッケーオッケーオッケー。ここはホエールをしました。あ、けどウルガモスこれめっちゃうまくない？吠えます。はい、さようなら。メタグロスだと思うけどなと一滴。あ、でここでカップコケコ引きずり出すのは結構でかいですね。で、さっき言ったようにホエールでいいな、ここもマジカルシャイン。メガネマジカルシャイン別にボルトロスで起点にしていけそうではあるんだけど、あれってかゲンガーじゃなかったわ、昨日発作か。いやでもここボルト投げるしかないなあれゲンガー連れてきたつもりだったんだけど、ちょっとやばい、いや結構きついか、これやることないんで高速移動します。まあ、マジカルシャインで捨てだよね、コケコは。あー、バレットが微妙い、グロスの。さすがに耐えるか、こんだけ HP あったら。ヘドロウェーブで、10万じゃコケコ落とせないんで、Z はまだ使いたい。あー、ここでね、多分ウルガモス切りでしょ？うわ、うざい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 。これ一番うざい展開で、10万入れてもキノガッサのマッパ圏内に入らない。だからここ Z すかされるのが個人的に一番だるいんですよ。で、多分 Z すかしに来ると思うから、ウルガモスで。だからここは普通に10万打ちます。え、考えすぎかこれ。おっきょ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 、だよな、だよなだよなで、ヘドロウェーブ見せてるからコケコからは入れないんですよね、ここ。あー、問題ここか。いや、ここはもう Z 打つか。よっしょ、オッケー通る。いや、でもこれそもそも Z で落とせなかったら負ける可能性がある。だからマジで落としてほしい。耐久にめっちゃやってるグロスだったら耐えてくるんだよな。よーし、オッケー、レジボルトロス最強。やったぜ、大勢ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。前の動画は左、次の動画は右の枠からご視聴いただけます。チャンネル登録は真ん中の緑のアイコンからご登録いただけます。これ僕のオリジナルキャラクターのバーっていうやつなんで、よかったら覚えて帰ってください。その他動画は
説明文にまとめてあるので興味があればよろしくお願いいたします。